6月の壁面、睡蓮咲き乱れる恋の池、ダイジェスト版です。まずパーツを作りましょう。お花紙の睡蓮、画用紙の葉っぱ、葉っぱはお花紙でも作っておきましょう。お花紙の鯉、お花紙の波紋を用意しておきます。まず画用紙の葉っぱとお花紙の葉っぱを並べていきます。次に鯉を並べていきます。ここで一度睡蓮の花を置いてみます。波紋をバランスを見ながら置いていきます。鯉の上や葉っぱの影にも置きます。位置が決まったら一度花を外します。水溶き下塗りを筆につけてお花紙の葉っぱや鯉、波紋などを貼っていきます。ずれやすいときは筆で糊をつける前にスティック糊で仮止めしておきます。結構時間がかかるので何人かで手分けすると良いでしょう。画用紙の葉っぱは裏から糊をつけて貼ります。ここまでできたら壁に貼ります。睡蓮の花びらと花びらの間を画鋲で留めて出来上がりです。